基本の趣味で、肩をこうやるところですけど、これは片側ずつやると時間がかかりますので、両側いっぺんにこうやってやってもいいです。そうすると右が硬いのかな、左が硬いのかなっていうのも分かりますし、こうやってもいいし、両側いっぺんに鎖骨の少ししたですね、直下ですと少し痛いですから、指一本ぐらいした、また股骨の辺からやってもいいですよ。この低脂肪の方がほぐれると筋肉がよくほぐれますから、ここが僧帽筋の低脂肪ですから、股骨の辺からやってもいいですよ。こう両側いっぺんにやって、やりますと時間の短縮もなります。そしてお客様も両方いっぺんにやった方が両側からこう気持ちよさが伝わってきますので、このような趣味でもいいと思います。でこれは筋肉の硬いところに、指を軽く乗せて体重をゆっくりかけていって、無理にほぐさないで、少しこう少し揉み込むようにして軽くですね、相手が筋の筋肉がこう粘土のようにほぐれてくるのを待ってます。少し時間がかかりますが、そうするとすごくよくほぐれます。そしてこれは1分や2分ほどかかる場合もあります。そしてまあ大体ほぐれたらこう探していきますね。硬いところを探していって、そしてまた軽く体重をかけて、本当に軽くでいいです。今ちょっとビデオ撮影のため早めにやってますが、時間の限りがありますので、実際はもう少し丁寧に時間をかけてやってみてください。で首の付け根の硬いところを探して、そこに軽く指を置いて、体重を軽くかけて相手がほぐれるのを待ってみてください。そして下の方、もう少し下がると肩周の辺も下がってますね。首の付け根の辺の硬いところに軽く指を置いて、相手がほぐすというよりも相手がほぐれてくるのを待つような感じですね。こちらからほぐすというよりも相手がほぐれてくるのを待つ。そして腱線の辺ですね、下の方ですね、腱線の辺とか、股骨の辺とか、これ低脂肪がほぐれると筋肉がほぐれやすいですのでね、筋肉の外側の方をほぐしていきます。そして、両手でこのように四肢を使ってこの肩周囲の 辺などをこのように四肢を使ってちょっとこう横目とか縦気味とか斜めぐらいとか、四肢を使ってゆっくりほぐしていってもいいです。少し回転させてやったり、あと首の裏を基本の技では片手でやりますが、片手だと大変な場合は両四肢でこのようにやってもいいです。そして首のこの、はい、ですか、首をこう上げて、顎を軽く上げてみてください。引っ張る趣味を全部、顔も全部終わった後、100へやる前にここに入れてもいいです。そして、はい、ゆっくり下げますね、はい、上整が終わった後これを入れて、そして今ちょっと簡単にやってますけどね、その後、両手を入れて、アモン天柱の辺で両手でこうモグラやオケラが掘るように